が10月。こんな感じですと。で、ここからまあ静岡市時代に入っていくという形で、入っていくんですけど、11月は11月でちょっとなんか面白いデータではあるんですよね。21本動画投稿ってことで、で、2171。全体の再生数としてはちょっと、ダウンなんですけど、再生時間もね。で、登録者も、その静岡のやつでぴょっと増えた時に入ってきてたんですけども、ここでまずちょっと落ち着きって感じはありますね。ただ静岡の動画自体再生は入ってます。352ということで、どのあたりがどうなってたかっていうと、で、2位が会員かけても、これはまあまだ変わってないんですけど、なぜか、いきなし、四日市駅の地下通路の動画が、久しぶりに、入ってたっけ？ここだ。投稿してしばらくの2019年2月に30再生でね、2位に入って以来。もう忘れ去られているだろうと思ってたこの動画が、なぜか知んないけど、ここで100再生入ります。これが意味がわからない。これは意味がわからなかった。なんでと思ったもんね。2020年の11月に、なぜかせんけど、2019年の1月に上げた動画が、いきなり、ぴょろっと入るっていうね、不思議な傾向があります。これは読めんす。これは本当に読めんかった。なんでってね、いい感じでしたもんね。で、これが、こんな感じで、トップ3がこんな感じになっとって、で、重要なのは、さっき言ったのが、自宅の新しい YouTube の会員かけ止めの動画が、トップ3には入ってきてないけど、これ4位に、実はこっそり潜んでるんですね。定期外郵便物と一緒に、ここのあたりに、こっそり潜んでるって、なんか、虎視眈々と実は狙ってるという、普通の YouTube の動画ではありえないですけどね、何ヶ月かけてこう伸びていくっていうのはね、ないですからね。で、駅間さんも、なんかこれがね、これぷよんと来てるんですよね。グラフで見ると、こんな感じ。これね、まあ、10、20でしたけど、総再生がね、100とかの時代ですから、ですけど、ここからね、なんか全然ね、落とさなかったなと思ってたら、なぜか知んないけど、2年近く経ったところで、急に、ウィーって伸びるんですよね。わからないけど、この時期になんかグイって伸びて、まあ、ちょっとまだ落ち着いたんですけど、地味に1000再生、このまま行くと3年後ぐらいには1000再生いってるかもしれないなっていう、不思議な伸び方をしてるっていうところですね。これあれですね。まだ今のGoogle の Chrome のやつじゃなくて、何で作ってたっけ、これ。多分、花子かなんか使って作ってた時代かな。懐かしいな。これ、見にくいな。このサムネも。サムネを作ろうとしてる感はありましたよね、まだ。この時期は。流れます。で、12月、ここで一回切るかなと思いますけど、12月になると、ここで3194再生、50ってことで、動画投稿本数がちょっとここで12月、年末年始で増やしましたね。50本ってことで、ちなみに、これ何あげてたっけ、この時期。何あげてたの？そうか、11月は新企画で、三重県の最東西南北駅、完全制覇の旅とかっていうのを始めたんですよね。で、なんかめちゃくちゃ、道に迷ってうどんに行くはずが、この施設の滝っていう謎の滝に行ってね、この動画も、伸びてないのか。これもね、結構、後々、実はここ、サウナ聖地らしくて、この滝を水風呂代わりに使うっていう、サウナができる、テントサウナができるという、設備があるらしいです。それがちょっと今話題になってるらしいですよ。っていうことですね。っていうのがあったりします。とか、行ったりした動画、うどんの駅とか行って、あとは道の駅とか寄ったりしとった動画ですね。これは、黒歴史の動画ですね。で、おそらくこのところだと、今後別にトップ3が入ってこない、入ってくるわ。入ってくるから、後々話そうかな。イオンの動画とかも後々なぜか出てきたりします。個人的にはこれが行くんじゃないかなと思ってたんですけどね。このすごいでかいローソン。これがね、48再生だからそんなに伸びてないんだよな。これ、ちなみに日本で2番目に大きいローソンらしいです。2番目だったかな？3番目に大きいローソンらしいです。いや、日本で一番大きいローソンがひまいそべ。ここから車で1時間もかからないぐらいのところにあるんですけど、そう、1位じゃないとね、急にね、あれ、へばらいにから、それちゃうんだな、というところで、同じスーパーを、買収した形で作ったっていうところなんで、めちゃくちゃ広いです。はい。1位のところほどではないけど、っていう感じですね。でも、ほぼ、規格外なのは規格外でした。っていうやつがあります、ローソン。とかね、行ってきたなっていうのが伸びるんだ。これが伸びるかなと思うのは伸びないんだよな。しかもこれなんか絶対伸びてねえな。これ伸びてたら怒るよ、俺。24。うん。ならいい、ならいい。さすがにこれが、うん、こっちの方のが多かったら、あとなんだ、ひどかったとこ。この時期、ひどいのが結構多かったんだよな。JR、これはあれだ。鳥羽駅のやつが話題に上がっとったら先に上げたやつか。これなんか、だから伸びてますね。まあでも、初期に、今話題になってから伸びだろうと思ったら、はい、伸びなくてあれと思ったけど、結局やっぱ伸びてますね。うん。名店街のやつよね。まだこれ、JR 分離してなかったかな。共同改札だった時期かな。もう分かれてたっけってぐらいの時に撮ってるやつですね。これ使える映像変えるとか、これなんかの、これ伸びてたらもうサムネとかね、もう重要なのもうやつ、この手のやつを使う。はい。と感じですね。さすがにね、それそうだ。と感じです。で、いう感じの11月。12月ね、12月がどうなってるかっていうと、よいしょ。よいしょ。こうなったよと。静岡、のやつで、ついにここで、YouTube の方が入ってきてるって感じですよね。で、アップロードした動画としては、ここから、三義鉄のターミナル駅完全制覇の旅が始まるのか。これがずーっとやっておって、どっちどっち、これなんかが伸びたっけ？これ伸びてないのか？伸びてほしいなと思ってたけど、そんなに伸びてなかったか。何が来てたっけな？そんなに来てるのがない。これなんかはちょっと伸びてたっけ？ 100 再生って言ってたっけ？行ってないのかな、って感じだったりするので。揚げケーキはどう伸びてる？伸びてないね。っていう感じだったりするので、まあ、三木鉄道行ってきたよっていう。そこから伸びてんのこう確か、4分割の黎明期がこれなんですよ。あ、これ100いってんだ、やっぱ。うん。ソハラちゃん行くんだ。うん。でロングシートの特別、これショーツで上げてるやつか。ショーツじゃなくて上げたやつか。だからあんまり伸びてないけど。これ確かショーツの方のやつがちょっと伸びてたはず。後から作り直したんですよね。とかがあったりしますけど。って感じで、三木鉄のやつを見てきて、そっからなんだっけ、これ。多発といった同時多発の旅が、10月に撮影してきて、いろんな企画のなんか、それっぽいやつを全部詰め合わせて、なんだったっけ、東西南北駅、最東西南北駅完全制覇の旅を、やりつつの、桑名駅の新庁舎、朝日駅舎を、見つつの、なんか企画乗車、なんかの、企画乗車券だ、近鉄の、三重県がワンデーフリーキップみたいなやつが当時出てたんで、期間限定で出てたんで、それを紹介しの、それで鴨駅に行くつもりが、鴨駅を間違えて、京都の鴨駅に行っちゃったよっていう、間違えちゃったシリーズをやりーのっていうのを、全部分けるのめんどくさいから、全部ひとまとめにして、なんかぐちゃぐちゃってした動画でしたね。なんてタイトル、なんてシリーズにしてたっけ、これ。10月の三重県同時多発企画の旅。ひどい。ひでえタイトルだな。ってながら、これはでも81点だな。不思議だな。あ、高津のあれ安い、パーキングの案内ですね。シクワナの動画、どこが伸びてるこの辺りって。89とか、意外とそんなに良かったくないね、出る場合的に。これなんかもう、100超えてんだ。こっちの方が超えてんだ。あ、そうか。四国に行く、高速バスが直通してるのがあるんですよね。それの紹介とかでしたね。はいはいはい。一回乗ってみたいですけどね、あれ。うん。で、あとはなんだ、こう、はだからかもいい。これなんで、この裏技をすげえって言って見てる人いないよね。そりゃそうだ。うん。マニアックすぎた。この辺りとか伸びてる？あ、これは伸びてんの？おお、なんかこっから伸びてんの？また2年近く経ってから伸びんのね。うん、素敵ですね。まあまあまあ、最初時代っぽいぐらいの建物だとか出てきてますからね。だからあったりしますねっていう時代なんですけど、トップ3の見方がちょっと変わってきましたね、この辺りで。駅間散歩が静岡ですが、やっぱここで手堅く入ってきて、で、ここで、観客止めのやつはまだ、いるんですけど、YouTube の方のやつで、定期外の方のやつが、ここに入ってきて、これがもう1再生差まで迫ってきてるよっていう、ところまで来てますというところですね。っていうのが2020年12月までのところですね。2021年からもうすでに、じゃあ、ちらっと見えてますけどね。さらにちょっと、様相がちょっと変わってくるっていうところがあるんですけど、さすがにちょっと時間が、してきましたんで、2時間10分経って、130分も経ってしまってるので、これはちょっとまた別撮りでやります、という感じで。本題にたどり着くのは何日後なのかわかりませんけど、とりあえず今日はこれぐらいで締めて、2021年1月以降ね、また、ちょっと、日を改めてね、徹底的に深掘りしていきたいと思います。ということで、一旦この動画はこれで締めさせていただきたいと思います。間多分ぶち切りになってると思いますけどね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。以上じゃない、次回へ続く。動画的には明日になってるはずですからね。待って、これ何ヶ月やるつもりだ、俺。